カタリナ・アマリア・ファン・オラニエ・ナッサウは、オラニエ女皇で、オランダ王女、オラニエ・ナッサウ皇女、オランダ国王、ウィレム・アレクサンダーの長子。全名は、カタリナ・アマリア・ベアトリクス・カルメン・ビクトリアで、通常は、アマリア、公式には、カタリナ・アマリアと呼ばれる。2003年12月7日、ウィレム・アレクサンダーとその日であるマクシマ・ソレニエータの間に第一子として、ハーグで生まれた。 王女の誕生が公にされた後、オランダ国内の4カ所で王女の誕生を祝う101発の霊砲が発射された。宣礼は2004年6月12日にハーグで行われ、父方の叔父のコンスタンティン王子、母方の叔父のマルティン・ソレゲータ、スウェーデンのビクトリア王太子が大父母となった。また2010年6月19日に行われたビクトリア王太子の結婚式では、 ノルウェーのイングリット・アレクサンドラ王女、デンマークのクリスチャン王子と共に、花嫁の付き添い人を務めた。趣味は、フィールドホッケー、バレー、乗馬、バイオリン、柔道。2002年1月25日に出された王令により、カタリナ・アマリアは、オランダ王女及びオラニエ・ナスサウ皇女の称号と、殿下の継承を持つ。2013年、ウィレム・アレクサンダーの即位に伴いの、 法廷推定相続人として、オラニエ女皇となった。ありがとうございます。